おはようございます。本日もねスカッと晴れた気持ちのいい青空広がってますね。今日の最高気温21度だったかな。気持ちよく過ごせるね陽気ですね。で昨日の夜だったっけ、私明日の気温見ようと思って天気予報確認いたしましたら、木曜日からまたね30度超えるようで、木金土日とね暑いようですね。ということでお父さんはですね、何時くらいだったっけな、4時過ぎぐらいからですねずっと目覚ましが鳴ってて、昨日ねお仕事したかったんだけど寝ちゃったからね、まあですが起きたのはね5時半ぐらいだったかなと思うんだけど、とにかく1時間半ね定期的に目覚ましが鳴っておりまして、でねお家でねお仕事少ししてからですね出発いたしましてね、今日もね1日お外でお仕事のようです。ということで私はね今日は月曜日なので週一お掃除していきたいと思います。午後のお外探索タイムです。まあ言ってるけど今ね3時半過ぎぐらいかな、すっかり夕方ですね。お隣のワンちゃんも外出てるね。午後からかな、お隣さんね、お庭で過ごしておりますので、さあちゃん気にしてるんだよね。ねぼみ、気にすることないでやんちなよね。戻ってきたけど。ちゃんとお仕事しなくていいんですか？落ち着いてお仕事もしてないじゃん。ねお耳の周りコピコピよ。また何してんの？生の監督してるやんちなよって。お手伝いしてくれてるんだよね。さあちゃんお仕事行ったかな？暗くなるまでにね、お掃除終わるかななんて思っておりましたが、ちょっと厳しそうだなと思っております。あと一踏ん張りかな。お仕事終わったようですけれども。お仕事したの？ご苦労様です。まだ見に行ったの？すごい隙間から覗いてるけどね、ボタン。まだママお掃除するんですよ。ボタンもお手伝いまだまだ忙しいと思いますけど大丈夫ですか？今お手入れの時間でやんちゅになってるけど、このさ手が可愛いよね、角度一生懸命踏ん張ってるのね。えボミーかいね。あ、サムちゃん来たな。もういいんですか？お隣の子いいのよ。サムちゃんで収容仲良くしてくださいってご挨拶してください。このお家入る？お庭がいいでやんちゅうなの。もしかしてお家入るで走っていかなかったね。ちょっともう寒くなってきたね。日陰いると肌寒いですね。あ、お家入るみたい。はい、よいしょー。お家中でやんちゅうかねって言ってるね。はいはい、じゃあお家中するか。じゃあ一つどうぞ。サムちゃんもどうぞ。はい、もう少しですからね。よろしくお願いしますね。上君、ガリガリさん取るかな？どうするかな？とりあえずですね、お掃除は一段落つきました。今6時過ぎぐらいかな。残すはね、お洗濯のみですけども、多分ね、またね、ネジがね、緩んできてると思うので、今回回してるのでね、エラー出るんじゃないかなって思ってるんですけども、まあ、ということで、とりあえず今から先ね、お散歩出て、その後ね、ご飯の支度していこうと思います。それではね、お散歩行ってこようと思います。まあ、近所一周かな。ぐるっとしてこようと思います。それでは行ってきます。夜ね、やっぱり日が暮れると結構冷え込みますね。まあ、でも、昨日より暖かいかもしれない。カメ君もサメちゃんも鼻かん坊ですけれども、今ちょうどね、この子たちのお洋服洗濯しておりまして、お散歩にね、洗ってるので、まあ他にもお洋服あるけど、まあいいかなっていうことで今日は肌かん坊ですね。芝がね、結構濡れててさ、毎日真剣に床入れるでしょ。まあ今は違うと思うんだけど、ナメクジがいるのよ、芝の中に。で、さっきめちゃくちゃ見ておりましたけれども。だからあんまりね、入ってきたくないんだよね、私。お家帰ってきました。サメちゃん、あそこに私ね何日か前にね生卵を落としたのね。でずっと気にしてんの。綺麗に拭いたんだけどね、ここになんかあっちゃうわねってね。わかるんだろうね。反対側から向こう突っ込んでるけど、まだ何拭いてないからね。サニ君はねゲストルームの桶の中に寝てるかなと思いますが、とりあえずですね、アイアン拭いたらね、馬の準備していきますからね、よろしくお願いしますね。なんか気になるのあったの？はい、しよっか。しっかりチェックしてください。お願いしますね。馬にしますか？はい、楽しみにしてるんですよね。今日も華麗に待ってらっしゃいますね。おしゃれして待ってて。サニ君にも出しましたけれども、まだ寝寝してますね。一応声かけたんだけど、はぁみたいな感じ。後でも連れてこないの。今日もお利口者でした？お利口者だったよね。いつもお利口者だもんね。ありがとうね、お利口者でね。今日もよろしくね。で、どっちの手よ、それか。はい、どうぞ。お薬も食べてね、もみのね。タムちゃんも。はい、で、お粥を食べなさいですよ。タムちゃんもね、ゆっくりお願いしますからね。ゆっくりガニガニしてね。食べました？ヤクルトちゃんしましょうか。お茶がまー、ポミグのやっちを。ベロ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 ちゃー。今日はね、ローズヒップパウダーもかけました。おしゃれしてください。
Good baby! ポミナは Good boy! じゃあ今日もよろしくお願いします。落ち着いてねって、両手よそれって、おかわり両手よね。早いのポミナ、立っちゃうから早くなるんじゃない。お処理してすればいいに。まあ、おばてんぼのおじじでしゅね。はい、いいですよ、ゆっくり食べてください。なんかここ、人参飛んでるけど。はい、ダムダム、お肉車ですね。仕事場までお願いします。で、おかまかお座りで、おかまかお座りで、おかゆし食べなさいですよ、どうぞ。ダムダム、ゆっくり食べてね。ヨーグルトさん食べたらね、のんびりさんしてお父さんの帰り待ちましょうね。ということで、サニー君を呼んでこようと思うんですけれども、洗濯機やっぱりね、エラー出ておりまして止まっております。ドライヤーだけ回ってる。サニー君、なんだーって起きたけど、勢いよく起きましたね。てか、おちゅめにバリバリしたやっちゅう。これ、はしゃまってましたけど、かっこいいですね、そのお手て。まあ、逆火ですね。クリスマスのものね、とりあえずあそこに置いたんですよ。ここの部屋、もうあんまり使ってないから、お父さん、お家でお仕事を全然してないので。基本的に1回ね、必ず私、空気の入れ替えするんだけど、今日ね、結構長い時間空いてたから、全員ね、一通り確認して、匂い嗅いでましたね。にゃにゃ、起きてきたにゃ。行こうよ。早くご飯だよ。行こう。おいで。ここ。カムカム。にゃんだよ。来ないのかよ。閉めて。出てきたね。よし、行きましょう。はい、来てください。馬ですよ。はい、お利口者ですね。結構一緒に並んで歩いてくれておりますが。はいはい、おいでおいで。一、二、一、二、一、二、一、二。こっちこっちこっち。こっちこっちこっち。こっちこっちこっち。はいはいはい。馬ですよ。あのちゃん、匂いに来たけど。そう、馬だよ、ね、何君。よいしょ。おもちゃいなぁ。あやに引っかかっちゃった。どこいしょ。どうぞ、食べてください。まあね、よかったね。で食べたらね、ご注射しましょうね。お父さん帰ってきましたね。お帰りしたの。なんでそれ置くの。匂いなってこと。匂うから、本当にそれ。お帰りした。お父さん、なんかお土産があるようですけど、すごい。まあとりあえずね、お土産片付けて、洗濯機直してもらって、それからね、シャワーしてもらってからご飯にしようと思います。ニューティンニュー。さっきベッドルームの扉開いたんだけど、お父さん出てきたかな。あ、違う、足引きマット投げたな、その上にポメ乗ってるけど。そう、この子たちのベッドまだ終わってなくてね、ポメタがどこでゴロゴロするでやんちかねみたいになってるんだよね。まあいいや、そこでゴロゴロしててください。じゃあ、なので珍しくサニ君がね、あそこ乗ってて、サムちゃんあっちにいますね。ということでね、ご飯できましたので食べようと思うんですけれども、今日ね、もともとこのね、マグロがダイスになってるやつ冷凍庫にあったんですよね。なのでマグロ丼にしようと思っておりまして、そう、酢飯炊いてたんだけど、もうね、山盛り天小盛り乗せました。父さん多分食べれると思うんだけど、私は食べれないから、明日のランチにね、しようと思っているので半分ぐらい残すかなと思うんだけど、お味噌汁は卵とお豆腐と玉ねぎと椎茸ですね。で、適当サラダと、これがお父さんのお土産の一部なんだけど、ネギトロ巻き。まあこれはね、そんなにいっぱい食べれないかなと思うんだけど、でこれもね、大量にありますが、大トロですね。美味しいけどね、結構ヘビーだよね。で、これなんだろう、後で結構白身のお魚ですね。ちょっとアップルサイダー残ってたから出して、ガリとセロリのお漬物も出しました。ということでね、お父さんね、上がってきてるので、まあそのうち来るんじゃないかなと思いますが、先にいただいてようと思います。それではいただきます。お父さんやってまいりましたね。どうだった、シマアジって聞かれまして、まだ食べてないんだけど、シマアジだそうです。座って食べてください。いっぱいですからね、食べきれなかったら食べなくていいですよ。私明日のランチにしますからね。はい、はい、何もかかってないんで、うん、わさび変えたから。あ、いいね。本当にそのわさびのがいいよね。よし、食べましょう。今日ね、パンがいっぱいあるからパンプディングを焼きまして、上にプラム乗せました。これはまた別のプラムなんだけど、これウォルマートで買った方ね、こっちコスコで買った方、こっちのが美味しいございます。そうだね、コスコのやつのが美味しいよね。お父さん、じゃあこれに合う何かお紅茶をくださいっていうことなので、はい、入れてからね、座ってゆっくり食べようと思います。ただいま10時20分になります。最近動き始めたけど、お父さんは食後横なってますね。ん、どこ行くの。コメ君はこちらですね。サメちゃんはお父さんと仲良くしてます。洗濯機はね、最後の洗濯物を今ね、回し始めたばっかりなので、まだまだかかりそうなんですけれども、ちょっとね、私なんか貧血気味なので、洗濯ね、終わるのを待ちつつですね、ちょっとここで横になってお父さんに足どかしてもらっても邪魔よって言って、座って作業できそうだったらね、明日公開予定のビデオまだ編集終わってないのでね、編集してからですね、シャワーしてね、寝る準備していこうと思います。
何かおやつみ今日こちらで寝するんですか。そう、私ね、ここでね、横になっておりまして、サディがすごい来てくれてね、ずっと食っててゴロ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 言ってね、温めてくれておりまして、私ちょっと先シャワー浴びようと思ってね、起きまして、そう、お父さんが結構ね、足ね伸ばしててね、サディがめちゃくちゃ狭そうだったのでクッションを上にあげたんですけども、ありがとうね、ついてくれてね、とてもあったかかったでしょ、タニ君も。もうにゃかいちゃいでさ。サニが大きいからね、ちょうど私のお腹のところにね、この辺くっついてくれてね、めっちゃあったかくて。で、サムちゃんがね、私のね、足の間に入ってくれててね、足の間もあったかかったからね、すごく気持ちよかったんですけれども。ママがシャワー浴びに行った後、バオトシャの内容を温めたりしてたんですか？ありがとうございます。今お父さんね、ベッドルーム行ったんですよね、寝寝しに行ったんですよね。さっきまでね、めちゃくちゃコンパクトにキュッと丸まってたのだけど、どん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 と伸びてきましたね。私が寝に行く頃には長くなってるんじゃないかな。めちゃくちゃね、寒くなってくるとやっぱりね、まん丸さんになって寝るかなと思うんだけど、まあ、いつもお話ししておりますが、このねソファーが本当あったかいからね、このぐらいの気温になったらね、ソファーの上でね寝てる時はね、まん丸さんにならなくてもちょうどいいみたいで、ぐらんぐらんご機嫌しんですね。でももう首こしょこしょしてますから、とにかくね、寝寝してください。今日も一日ありがとうね、ゆっくり寝寝してください。ほいやちゅみパミクおやしゅみ、おてりしてるの？ワニャンベッドのお洗濯終わるまでですね、ふたどこで年々すればいいやんちのお金みたいな感じでね、うろうろしておりましたが、お父さんがね、ここで年々しないって言って、今寒くて年々してるけど、ここをね、ずっとポミの定位置だったからね、背もたれでね横になっておりましたが、ご飯食べ終わってデザート出した時かなに、ピョーンって降りてきてね、すごい勢いで走ってきてね、ふたにもあるでやんちかってね、来るんだよね毎日。最近ないんだよね、ワンワン食べれるやつがないんだよね。そう、最近はうちプラムばっか食べてるから、プラムはね食べれないからね、この前ね柿買ってきたからね、柿切っておけばね一緒に食べれるなと思っているんですけども、ねえポミタン、毎晩でやんちゅうのよね、プタも一緒に食べるでやんちゅうってね。でその後お洗濯終わってね、この下に敷いてるのと、これ先にねセッティングしたんだけど、このひんやりベッドとミッキーさんは後に洗ったからね、そしたらねもうニコニコしながらね、このねマットの方にね横になりまして、ね、プタここで寝寝するでやんちゅうって言ってね、ゴロン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 してね。でミッキーさんとひんやりベッドお洗濯終わって持ってきたらね、まずはミッキーさんの中入って一通りねチェックして、その後ねひんやりベッド入ってねんねしてますね。このねひんやりベッドね、カラーが薄めで、なんていうの、生地なのかな、汚れがね目立つんだよね。まあ基本的にポミタがここ入ってこうやって寝てるけど、ポミもねめちゃくちゃよだれ垂れてるみたいで、このね縁がね一番ね汚れるんだけど、豚よだれ垂らしてるとか言わないでくれてやんちよって言ってる、もしかして秘密だったの。今日洗濯ね、ちょっと遅くなっちゃってごめんね、洗濯機の調子が悪いのよ。でも洗濯してね、すっきり爽やかになりましたね。ポミタも気持ちよく寝寝できますよね。もうほとんど寝てるね、この感じね。ママのお話一生懸命聞いてくれてるんだよね。でも頑張って起きてなくて大丈夫ですからね、ポミのね、寝寝しましょう。今日も一日ありがとうね、ゆっくり寝寝してください。おやちゅみタムちゃんもおやちみ、私ここでねんねするのようなんだよね。お父さんくっついてたんだけど、私ねシャワー上がってきて、お父さんに一応ねベッドで寝た方がいいんじゃないって声かけましたらね、うんうんとか言いながらね寝返り打ちまして、サムちゃんがここの端っこで寝てたんだよね。でお父さんがねゴロンとした時にね、サムちゃんを押してねソファーから落ちまして、ほんでもういやよーってなっててね、あーこういうことかって思ったんだよね。お父さんがねここでね寝ててもくっついてなくてね、一人で寝てる時よくあるんだけど、多分ねあんな感じで落とされたりとかぐにゃってね踏まれたりとかしてるんだろうなと思って、そりゃやよね、あんにゃのねかわいそうに。でその後ねあそこ入ってって、ポミ寝てるでしょ、手前のスペースあるじゃん、あそこで座ってねポミく助けてってね、ポミに助け求めておりましたね。お父さんダムちゃんどんしたの、しょっちゅうされてるの、もしかして。まあそうね、お父さんよくねゴソ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 ね寝てる時動いてるもんね。タムちゃんも願い言ったの。ママね、お父さんに名誉したんだよね、タムちゃんに謝りなさいってね。タムちゃんごめんねってお父さん言ってたね。まあでもね、お父さんねんねしてるときは全然気づかないと思いますから、タムちゃんね気をつけてねんねしてくださいね。今日も一日ありがとうね、ゆっくりねんねしてください。おやちゅみー。
本日もこちらで最後のご挨拶をさせていただこうと思います。ただいまですね3時半過ぎになります。今日もねちょっと遅くなっておりますが、私ちょっと貧血気味だってねお話ししてたかなと思うんですけれども、あの後ねめちゃくちゃお腹が痛くなって、でね多分またねお腹の方に血流がね集中してたんだろうね。なので頭がねぽやっとする感じがあったんじゃないかなって思うんだけど、お父さんがね金曜日ですねお腹痛いって言ってねお仕事から帰ってきて調子悪いって言っておりましたが、多分それ移った気がするって思っておりました。お父さん次の日ねケロッとしてたんだけど、でお父さんにさっきねその話をしたらね症状出るまで時間かかったねみたいなことを言ってさケロッとしてて、でここで横になってだいたいね30分に1回ぐらいからものすごい痛くなるんだけど、お父さんね気配を消しておりまして、私がねとにかくお腹痛いとか気持ち悪いって言ってる時って気配を消してて見て見ぬふりしててね、前のお家に住んでた時かな、ベッドの正面におトイレがあったんだけど夜中気持ち悪くてねバーッと起きて私ゲーゲー吐いてたんですよね。それね気づいてたんだけどこうね聞こえないふりしてずっとね布団かぶって寝ててね、まあ多分ね何をしたらいいのかわからないから無になるんじゃないかなって思ってるんですけども、今晩もそんな感じでね本気で寝てる時間もあったんだけど、あこれ寝てるふりしてるなっていうね時もあったので、まあ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 っていうことでね編集したいなと思ってたんですけども、ちょっと先にシャワー浴びに行こうと思ってね気分をリフレッシュしたいなと思って、で先シャワー浴びに行きまして、まあ、とりあえずそうね先ほども申し上げましたが大体30分から1時間ぐらいのねスパンでねめちゃくちゃお腹が痛くなってうーってなるんですけれども、それ以外の時はねこうやってケロッとしてるのね、今のところね大丈夫かなと思うんだけど、多分ね胃腸炎なりかけっていう感じじゃないかなと思っておりまして、まあとりあえずこの後ちょっと遅いんだけど編集あと少しなのでねそれだけ終わらせようとは思っているんですが、まあね途中でお腹痛くなってねこうやってうずくまってる時間もあるかもしれないんだけど、もちろんね無理だったらね諦めるのでご心配ねしてくださる方もねいらっしゃるかなと思うんですけれども、大丈夫なのでとにかく無理せずですね自分に甘く生きるっていうのを元にしておりますので、とりあえずねできる範囲でねやっていこうと思っております。ということで本日はまあ一日ねお掃除して過ごしたんですけれども、先週もねお話ししたかなと思うんですが、洗濯機の調子がね悪くてね、ネジをね締めれば使えるんだけど、それがねもうしょっちゅうだからねやっぱりねこの前もお話ししたかなと思うんですけれども、違うね原因があるんだろうなと思っているんですが、お父さんはねなんか自分でね解決したいようでね、あじゃないこうじゃないね言っておりまして、一回分解してみようかななんて言っておりましたけれども、以前ね分解した時にめちゃくちゃ時間かかったからね、まあ一回ねそれで分解してるから全回ほどは大変じゃないかもしれないけど、今日ね工具出してきてね分解しようとしてたから、今晩じゃなくてもいいと思うよって言ってね一応止めたんですけれども、まあねお父さんがね納得いくようにねした方がいいかなとも思うので、まあまだはっきりね分解するとは言ってなくてね、どうしようかな分解しようかなとか言っている感じなんですけれども、まあとりあえず時間のある時ね一度ねじっくりとね調べてもらおうと思います。ということで本日はこの辺りで終わりにしてね、まあ少し編集してから休もうと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。